まだ10時前なんですけどね、あまりにも暇なのでスプーン作るの飽きた、もうここから進まへん疲れたので、トライスティックをナイフ1本で作る練習をしたいと思います。はい、この棒でやっていこうと思います。まずはブロントエンド面取りやね。よし、やっていこう。ペグの頭叩くと割れるから、木のペグで作るときは頭こうした方がいいかな。こんなん一個ずつやっていくのマジで。それでは次は V ノッチ、どう入れたら綺麗かな。こう入れてみるか。はい、 V ノッチ、ポットフックとかかけるのいいかな。次はラッチ、ラッチノッチ。これ移した方がいいのかね。ものすごい時間かかる。こんな動画見てておもろいかも。私はつまらんと思うんだけど。飛ばし飛ばしで見てね。ペグとか作った時にこう紐がここで。ベルトとか紐がここでかかるようにこう打ったときにこうかかるでしょ。ラッチノッチで、サドルノッチ、木組みするときにこう、こういうのをこう置くと便利でしょ、ずれないから。そのためのノッチですわ。ラッチ、何やったっけ、サドルノッチ。こうやってラッチ、サドルを入れると、ここね、これね、サドルを入れると、こう丸い木、丸太とかが、サドル切ってると、こう、きっちり合いますよっていうノッチです。はい、次はホットフック。節あるから一つずらすね。フルのスカンジなんやけど、どうなんやろな。ヘビーデューティーとかコンパニオンよりかは、それ入りづらいのは入りづらいね。こういうふうに2辺か、十字に入れて、で全部削る。ちょっとできるまでこんな感じで削っていくのね。でここを残すのね。ここを残してえぐり込んでいくとポットフックになるの。ちょっと待ってて。はい、ポットフック、こんな感じです。次はスクエアリダクション。リダクションか、スクエアか。それもこれだけ太い木でスクエアか、マジっすか。はあ、疲れるの。よし、やっていこう。リダクションやから、これをこの丸い棒の中を、四角く切るのね。まあ私あんま使うことないけど、狩猟とかに使うんでしょ、罠とかにね。丸いものを四角く削らなきゃいけないんだね。こ
これを4面作るんで。ほい、できた。スクエアリダクション。丸棒の真ん中に四角く。まあ、木組みで使うんでしょうけどね。さあ、次。グランドエッジカット。V 字切りやね。これはそんなに難しくない。グランドエッジは。でも見てるの長いでしょ。ラウンドに二重線みたいに削って V の字を入れる。ロープ縛るときとか使えるのね。なんぼ頑張っても皮までしかいかない。皮だけ取るんだ。あ、取れた。ここから V の字に4つを入れていくと。あ、次ラッシングね。はいはい。よし。さあ、ラッシングやるよ。一番使うのかな。ドブテールが一番使うと思うけどな。ラッシングいきます。ロープの留め、ロープをくくって V 字に切って、ロープ通してここに玉結びしたところがここできっちり止まるっていうやつです。ではやっていきましょう。使い方のあれや、使い方がわからんかったらコハンスキーで調べて。ノースウェルコハンスキー、おじいちゃん出てくるから。カナダに住んでる。はい、できた。はい、これね、横こう横に向けると、ほら、ここに溝があるでしょ。の溝に縄ロープをこうかけて、こう引っ張ればここに引っかかってくれるっていうノッチです。はい、次のに、うわ、ラウンドリダクション。丸棒やったら丸棒のままでいいじゃん。スクエアのこれの丸リダクション、これの丸バージョンやるわ。はい、頑張ります。こんな動画見てておもろいんだ。ブッシュクラフト製品したのに何の意味もないもんな、こんな。もう普通のキャンプ飽きたもん。面白みが全然ない。とうとうこっちの方に行ってしまった。変に現代装備があると面白くないよね。かといってサバイバルをしようという気じゃないのね。何かを作るっていうのがやっぱ楽しいよね。まあ、もっと本当は深く作るんやけど、もうこれでいい今日は。はい、スクエアリダクションじゃない、ラウンドリダクション。丸棒削り。はい、次。これ動画どんどん長くなっていくな。シンメトリカルトシーニングか、左右対称削りっていうやつ。シンメトリカルティニング。左右対称削り。よし、やってみよう。棒が短いんじゃない、節飛ばしていくと。はい、本当はもうちょっとこれぐらい長くなって、うん、やねんけど、この 棒がもうあんまりないので、こう順番に使っていくと。ちょっと短めに作りました。シンメトリカルシーン。はい、はい、次。
次何？そんなにも残ってないの？いや、あ、棒のっち、棒、弓矢の棒ね、あの弓をかけるところ、棒のっち、ここまでなら普通やねんけども、こっから鋭角に中に切り込んでいかなあかんのね。弓だってかけないといけないでしょ、縄を、弓の縄を。これが大変なの、こう入れていかなあかんから。できた。こんな感じ。食い込んでんの分かるかな。な、ここに紐がかけれるから、これで棒のっちですわ。よし、次はドブテール。ドブテールもこれとよう似てるからしんどいよ。よし、でやっていきましょう。ナイフの使い方とかの練習にもなる、すごくナイフの扱いがすごく楽になる、やっとけばね。たまに手切ってるけどスパスパ切れるよ、そんな手なんて。気にせえ、やりやすいな結構。モーラのあのあれ何やったっけ、忘れた。あ、ブッシュクラフトか。フルス感じにしてはいいんじゃない。ハーツが大きいからやっぱりその分大変ではあるけどね。よっしゃ、こっから難しいのは、こっからこっちとこっちに切り込みを入れていきます。はい、ドブテール完成。メス側ね、オス側はあの三角形というか台形のものをこういうふうなのを作って、この幅に合わせてやれば木組みでポットとかここにかけれるっていう、こうやってこうやったらここにかけれるっていう。ドブテールアリミゾかな。よし、13個目やな、ホールやな。この木でホールやりたくない、めっちゃ削らなあかんもん。ここでやろうかホールな。でもエンドはなんかで使うんやったよな、くさび止めか、カワハギ。そこはもういいやろ、ホールまでやな。あ、くさび止めだけ作るか。ってことはホールは作らなあかんわけか。マジでホール作んの、うそ。ホールやりたいと思います。角穴やねんけどね。うわ、節があるやろ、こんなとこ削られへんで。もうだって節本当はもっとこんな長いのでやんねんけど、もう気がないからしょうがない。よし、コンベックスやったら多分やりづらいやろな。フルス感じやからできるけど、ちょっとあれ荒いけど、穴開きました。ほら、よし、角穴削りなんですけどね本当は。よし、
次何、まあ、ねっきりと臭み止めは一緒やから臭み止め作るか。90度角立ってるからすごいことになってるよ、何箇所も切れてる手が。まあファイヤースターターすれるからいいねんけど、90度立ってるからすっごい痛い。もうなんか豆できそう、豆できてる。穴開けて、ちょっと細くなったけどできた。根っこ入れてギーってた皮が引けるっていうね。よいしょ。以上プラスチック15個、本当は今14個やけど本当は15個ね。本当はって何が本当なのか分からんけど、まあまあナイフ1本で作れます全部。興味ある人おんのかないしかし。はい、できました。お疲れ様でした。
で昨日の夜のスプーンが出来上がったので、いつものアマニールで仕上げたいと思います。これでもう何もすること。かっちょよくない？いい感じ。これもすぐ使える。まあ日本的スプーンだね。普通スプーンってこう丸く作るんだけど、日本人どうしてもこう長細く作るのね。